皆さんこんにちは、フジロクです。今回はディズニー公式チュロスを作っていきましょう。まずはじめに粉をふるっていきます。公式のレシピでは中力粉とありましたが、薄力粉と強力粉を半分ずつ測っていただいても構いません。続いて卵を3つ溶きほぐしていきましょう。続いてバター、シナモン、塩、お水を測っていきます。こちらがバター、そしてお塩、そして茶色いものがシナモンになります。シナモンが苦手な方は入れなくても大丈夫です。そしてこの中にお水を入れていきましょう。続いて先ほどのお鍋を中火にかけて温めていきましょう。このような作り方を一般的にはシュー生地と言います。バターとお塩とあとは砂糖も入るのですが、そして水分ですね、牛乳やお水を一度沸騰させて、その後薄力粉、粉類を入れて、あとは炒めてから卵で伸ばしていくというのがシュー生地の作り方です。しかしこの後薄力粉を入れてディズニーの公式では炒めないんですね。薄力粉を入れたら混ぜて、そして時間でいうと5分から7分置いて卵を入れるというちょっと変わった作り方になっています。普段お菓子作りされている方、間違って炒めないように気をつけてください。一度沸騰したら火を止めて、薄力粉と強力粉を合わせたものを一気に加えて混ぜ合わせていきましょう。混ぜるときは必ず木べらを使いましょう。ゴムべらではちょっとしなってしまって混ぜにくいので、力が入る木べらで混ぜるのをおすすめします。全体的に粉っぽさがなくなってツヤが出たら完成です。できたらこの状態でラップをかけずに5分から7分ほど放置して熱を取っていきましょう。そしてその後に卵を加えていきます。卵は3回に分けて加えていきましょう。卵を混ぜるときはかなり力が必要になるので、火口から下ろして濡れ布巾を鍋の下に敷いて混ぜるととても混ぜやすくなるので、ぜひやってみてください。ある程度混ざったら2回目の卵を加えていきましょう。シュー生地を作る場合は卵の量を調整して入れるのですが、今回のレシピは卵を3つ入れ切っても大丈夫です。残さず全部使い切ってください。それでは最後の卵を加えていきましょう。今回のチュロスのレシピはかなり量が多くなっています。大人でいうとだいたい5、6人分が一気にできますので、そんなに量をいらないという方はですね、だいたいこのレシピの半分か3分の1ぐらいで作ってみたらいいと思います。チュロスの生地は揚げたてが一番美味しいので作り置きはできません。作ったその時が一番美味しいので、翌日に置いておくのもあまりおすすめしません。いる分だけ作って揚げて食べるというのをやってみてください。どうしても夜に生地を作って朝揚げたてを食べたいという方はですね、この生地を作るとこまでは夜やっておいても大丈夫だと思います。その場合は生地を作って乾燥しないように絞り袋、ビニール袋などに生地を入れて室温に置いておきましょう。冷蔵庫に入れてしまうと生地が固くなって絞りにくくなってしまうので、なるべく室温に置いておくのがいいと思います。生地全体が混ざったら最後はゴムベラできれいに混ぜ合わせていきましょう。木べらで混ぜるとどうしても端の部分が混ざらないんですね。こういう時はゴムベラで混ぜるのが一番きれいに混ざりますので、仕上げはゴムベラで混ぜて、このようにツヤが出て一塊になれば生地は完成です。
生地ができたら絞り袋の用意をしましょう。今回使用するのは直径が約1センチほどの星形の口金です。口金を絞り袋の中に入れたら布の部分をですね、このようにぐるっと1回ねじりましょう。そしてねじったら口金の中に押し込んで入れていきます。こうすることで生地を入れても漏れてこないので、ぜひやってみてください。それでは先ほどの生地を入れていきます。コップにこのように絞り袋をセットしましょう。そして生地をゴムベラで入れていきます。かなり量が多いので2回に分けて入れていきましょう。生地をそのまま油の中に入れて揚げてもいいのですが、もし可愛く仕上げたいのであれば、このようにクッキングシートの上にハートを絞ってみてください。これを揚げるときは紙ごと油の中に入れると揚げることができます。それでは油で揚げていきましょう。油の温度は160度から170度ぐらいです。お箸を入れてみて、このように小さな泡が出てきたら油の中に入れていいというサインになります。それでは揚げていきましょう。まずは絞り袋の中の生地から揚げていきます。このように油の中にある程度垂らしたら、生地を鍋の縁でカットしていきます。全体的にきつね色になるまで揚げていきましょう。それではハートのチュロスも揚げていきましょう。ハートのチュロスを揚げるときは、このように紙ごと油の中に入れていきます。しばらくすると生地と紙が離れてきますので、紙が剥がれたらお箸で紙だけを取って、残った生地をきつね色になるまで揚げていきましょう。ちょっとアレンジをした絞り方もしてみました。このように丸い大きなチュロスを作って、そして小さな丸を2つ、ミッキーちゃんの形にしても可愛いと思うので、いろんな絞り方でチュロスを揚げてみてください。できたチュロスにお砂糖をまぶしていきましょう。グラニュー糖にシナモンを入れて、スプーンで混ぜ合わせて熱いうちにまぶしていきます。チョコレートも非常に相性がいいので、チョコレートがある方は溶かしてチュロスにつけてみてください。それではミッキーちゃんのチュロスにもチョコレートをつけていきたいと思います。こちらのつける時のポイントなんですが、できるだけスプーンで丁寧につけてあげてください。ミッキーちゃんのチュロスはですね、非常に耳の部分が取れやすくて、揚げている時にも私が何回か耳の部分をちょっと壊してしまったんですね。チョコレートをつける時もかなり壊れやすいので、このように丁寧にスプーンで伸ばしてあげるのをおすすめします。はい、ということで完成です。今回はディズニー公式レシピを参考にさせていただきました。レシピは概要欄に記載してありますので、ぜひお家で作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。その他 SNS もやっていますので、フォローもよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。